ダンスがサバイン、ノブチャンネルです。5月の18日水曜日です。時刻の方は15時48分ですね。今日はね、あのいつものカフェ、お邪魔してるんですけども、テラスのね、テラスの方にお客さんがいるんで、無人の店内でカメラ回してます。ですね、今ね、もうご覧の通りですね、ここの PTT、ガソスタですね。ガソスタね、お客さんすごいです。これでね、ちょっと寄れるかな。寄った。これでね、こんな感じでね、相変わらずね、燃料を求めて多くのね、多くの車両やバイクですね、バイクなんかはね、超多の列ですね。正直入り口からね、もう道路に、ね、はみ出してるね、トラックなんかも見えますね。そんな感じの、燃料不足のラオスから、お送りしてます。あんまりね、店内なんでね、声ね、張れないんで、すいません、ちょっと聞きづらいかもしれないですけど、後でね、編集で音量ブーストかけるんで、いけるんじゃないかと思ってます。でね、今日ね、何をね、ご紹介しようかなと思ってね、いろいろね、ニュースを漁ってました。いやもうね、ラオス国内で、ね、なかなかね、面白いニュースないっすね。ラオスキップのね、暴落でね、政府の方がかなり民間の両替ですね、民間の両替所を、要はあれですね、公定レートと実勢レートですね、実勢レートの方をね、上げすぎるなというふうなね、そういった警告をしてますね。あとはね、なんかあれですね、昨日、拳銃強盗がビンチャンだったみたいですね。結構長くね、被害総額がね、いくらって書いた？少なくとも1台の車がすごいね。数千ドル相当のね、被害総額になってるらしいです。で、なんかね、監視カメラの中にね、画像が映ったらしいんで、犯人の画像が。で、それをね、公開してね、ちょっとね、どんどんですね、捜査を進めるというようなことをね、発表されてますね。あとね、ミャンマーがね、西側の武器を要求してるっていうのもね、出てました。なんかね、ウクライナみたいにね、武器とね、あと活動資金をね、支援してくれっていうことはね、そんなね、ニュースが来た、報じられてますね。あとね、タイではあれみたいですね、タイヤをシャン族の、ワーカーがね、600万バーツ、2200万相当のね、宝くじを、ね、当選したっていうのがニュースになってますね。すごいですね、タイでね、2200万円相当ってなかなかね、使い目があると思います。まあ、こんなね、こんなニュースしか気に当たらなかったんですけど、あと前にね、コメントでいただいてたら、僕がね、毎日ね、チャンタルで飲んでるね、風景なんかはね、ちょっと見てみたいなっていう、ご意見がありまして、たまたま昨日ね、ちょっと面白いね、動きがあったんで、カメラ回してみました。それをご覧ください。どうぞ。
そんな感じでですね、僕の孫娘の癖の桜がですね、踊り狂ってました、うん、まあね、ああいったね、あの民族、伝統舞踊っていうんですかね、うん、伝統舞踊もね、踊るしね、あと、あの短尺動画、子供に人気のね、短尺動画、カメラ回しながらね、なんか踊ってる自分の姿をね、録画して、であれアップしてるんですかね、アップしてるかもしれないですね、短尺動画の方ね、僕全く興味がないんで、どういう風になってるか分かんないんですけども、まあ、そんな姿もひょっとしたらね、そっちの短尺動画サイトで、ね、見ることができるかもしれません。こんな感じでですね、のんびりと、あのあとね、どん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 ね、ちゃんたらファミリー、集まってきまして、あれ結局ね、大変だよ、3、6、8、10人ぐらいかな、うん、じゃあ10人以上か、4家族ぐらいね、集まってきてね、でみんなで、まあ、飲みながらね、晩飯を一緒に来てました、うん、でね、まあ、僕もちょっとね、いつもね、お裾分け、いただくんですけども、昨日もね、なかなか美味しいね、家庭料理を、楽しむことができました。まあ、こんな感じでね、もしちゃんたらにね、ご宿泊いただければね、ひょっとしたらタイミングが良ければね、ちゃんたらのね、宴会にね、巻き込まれるって言い方はどうかと思うけど、まあ、巻き込まれる、そんな可能性もあります。いい宿なんで、ぜひご利用くださいね。この動画はこの辺で終了いたします。ご覧いただきありがとうございました。